世の中にはこんな場所があるんですね。ふう、私たちすっごく注目されてないかな。南雲くん、リリーに何かしたの？俺はただ皇太子に暴行されそうになってた姫さんを通りすがりに助けただけだ。ああ、だから、ゆえ、一曲踊らないか。うん、喜んで。楽しいか、ゆえ。うん、ずるいのじゃん。そうだよ。一曲踊っていただけませんか。今はパーティーを楽しむ時間ですから。公の場で恥をかかせちゃダメ。分かったよ、喜んでお相手します、姫。と、そう。先ほどはありがとうございました。まあ帝国の王子筆頭があれじゃその場しのぎだけどな。ああ、もうお嫁に行けません。よよよよよ、さっきから密着しすぎだろ。今夜が終われば私は実質的に皇太子妃です。暴行されていじめられるのは確定なのか。確定ですよ。もし助けてと言ったらどうしますか。まあ結果的に助かるんじゃないか。はい、うっかり何かしちまうかもしれない。とりあえず姫さんにとっての最悪だけは起こらないと思ってればいいさ。あいつらの大切な友人である限りな。ほんとゆえさんが羨ましい。ありがとう。はじめくんの女たらし。油断も隙もないです。リリーは人妻になるのよ、わかってる。ご主人様がついに寝取り属性まで。危なお丸も良いの。遠い世界に行き過ぎだよ。鈴のキャパ超えてるよ。